これがビジャレアル。ああ、そう、スペイン語だとビルっていうのはビジャレになるわけですね。そうですね、はい。はい。さあ、ちょっとこれはマークですね。かっこいいな。はい。今もう大変です。久保選手。久保選手のおかげで今回あのナンバーの表紙も久保選手で、はい、ビジャレアル特集ですからね。久保建英さんどうですか。久保建英様様です、ね、はい、19歳の青年の影響力がこんなにすごいのかというぐらいにあのビジャレアルとしては私も12年あのお世話になってきているやはりクラブですし自分を育てて、くれたあの組織ですのですごくやはり愛着が、ある中で、こうそのビジャレアルというクラブが取り組んでいるさまざまな素晴らしいことというのを、一生懸命こう発信しながら伝えていきたいと思いつつやはりその発信力というのはこう私一人でやるのと久保建英選手が来たということだけであの与える影響インパクトというものの その規模の違いにあの驚くとともに本当に感謝しています。文化やスポーツというもののステータスがあの高いそして必ずどんなに小さな町にもこうしてサッカー場は当然、闘牛場も必ずあるそしてこういうあの文化的なあの催し物を行えるあの空間というのが必ずどこにもあるなというふうに感じます。メインの会場になるわけですね。はい、ホームスタジアムになります。はい、いやこれ何人ぐらい入るんですか。ですね、まあ、大体ですが2万5000ぐらいの収容になります。ただ2万5000のうちの5000はあのビジター席となっていますので基本的に2万ぐらいがホームです。でその2万のうち毎年1万5000から1万8000ぐらいの年間、シート会員で埋まりますので基本的にこういっぱい一般のチケット販売あの要はこう営業して回るそういう努力とかまたそういう人員もクラブの中にいないぐらい営業がないんですねうちのクラブって。だから営業する必要性がないのであの要はこうホームタウンの方々にずっと継続的に支えられているっていう感じ の特徴を持つクラブです。ビジャレアルって人口どのぐらいの町ですか。5万なんです。嘘半分がここに入るってことですね。そうですね。でこちらこれがビジャレアルの建物ですね、はいはい、これ今現在ちょっとあの写真が古くての今見えてる1階の部分がトップチームのロッカールームだったりジムだったり、メディカルセンターだったり更衣室だったりするんですけれどもこ の天然芝のところが、トップチームのトレーニングピッチそして2階3階ベランダがついているところが、アカデミーの育成選手の12歳から18歳までの選手が約100人ぐらい、寮生が生活をしている空間です。でもう一個上増設実はしてまして今で、うん、あのちょっとホテルあのおしゃれなホテルみたいな感じに、作ったところがトップチームの全泊用の宿泊ホテル、として今あの増築されてます、うん。さあそしてまあたくさんありますね。練習第二、はい、そうですね、はい、これがもう一つの施設です。あの、うん、スポーツセンター2つありましてこの5万人の小さな町だというのにあのビジャレアル所有のだから、施設だけで言いますとサッカーピッチが第一施設の方に10面でこちら今あのご覧いただいている方が新しい方第二施設なんですがこちらに、4面そしてスタジアムがありまた市営サッカー場が何面か街の中にはありヨーロッパで最も、人口一人当たりのそうサッカーピッチの割合が高いヨーロッパの都市らしいです。なんかギネスに申請したけど認められなかったという噂もありますがそして子どもたちにとってもまあ将来僕はプロになるんだと思ってる子たちたくさんいるんでしょうね。もう その思いでいっぱいって感じですね。はい。さあそしてこれも本当にいくつぐらいからみんな始めてるんですか小さい子は。そうですね、ビジャレールは3歳から幼児スクールがありまして
3歳3クラス、4歳クラス、5歳クラスというのがありまして、ただ、サッカー協会レベルでの公式リーグというのは、小学1年生となる6歳以上になりますので、3、4、5歳は試合をするというよりも、スポーツを楽しむということを覚えてもらう場として、でも今見えている子たちのように、もっとちっちゃい3歳児さんたちが、同じユニフォームを着て、サッカースクールに来たりとかしてます。ですので、小学1年生からトップチームまで合計すると40、まあ、年によって変わりますが40、43ぐらいの間を行ったり来たりするぐらいのチーム数で、うん、合計すると、そうですね、600、700人ぐらい、女子も含め、うん、それから、精神障害者のチームも3チームありますので、すべてまとめて、選手数だけで600ぐらい、600、700ぐらいかなという感じですね。うん、すごいですね。さて、今日はですね、ぜひお伺いしたいと思うのは、数年前にビジャレアルはもう画期的な方法でそのコーチングを変えたと、それが話題になっていたんですけども、具体的に言うとそれはなぜそういうことをしてどういうふうに変えたのかということをちょっと教えていただきたいなと思っています。ビジャレアルの、指導改革というふうに私は呼んでいるんですけれども、が2014年に、行われました。その発端は、一度自分たちの振り返りを、育成クラブだと言ってはいるものの、本当にこの方向性でこのまま、同じことを繰り返していっていいのかという振り返りがきっかけです。で、その、裏側には、今現在自分たちの所属選手ではないけれど、元我々のクラブのアカデミーであった選手たちが、例えば、何か法に、触れるようなことをして、逮捕されたというニュースが出たり、そういえばユースにいた何々君って今何してると思う？みたいな話がちらほら出てくる。なんか、よろしくない生活を送ってるみたいだよとか、逮捕されたらしいよとか、もちろんその逮捕された人がみんな全員が逮捕されてるわけではないですけれども、あまり、その彼らがビジャレアルという、こうバックグラウンドがなくなった時、それからサッカー選手で亡くなった時の彼らの人生というものが決して、こういいものではないケースというのがちらほらやはりこう耳に入ってくるということもやはり気になる。で、私たちはこうプロフェッショナルの指導者だと言いながら、プロのサッカークラブだと、胸を張りながら、でもその自分たちの、所属選手で亡くなった時の彼ら、ビジャレールというバックグラウンドがなくなった時、サッカー選手で亡くなった時の彼らにこれまで責任を持って、今ある彼らに対して本当にそういうアプローチをしながら、そういうビジョンを持ちながら指導現場で、落とし込みをしてきたかっていう反省が、大きな痛みを伴いながらですが、行われました。で、1年間にわたりその育成とは何だということのディベートが120名の、アカデミースタッフの中で、繰り返され、たまに熱い議論になったり、こう言い争いになったり、しながらも、でもじゃあ私たちの仕事というのは、結論として出したのは、育成というのは長期で行っていく、すぐに結論を出すものでも出るものでもない、例えば小学6年生で入ってきた選手を6年8年10年後どんな選手であってほしいのかというところが、私たちのこう勝負どころで、こう今週末勝った負けた、リーグ戦で何位になった、タイトルをいくつ取ったっていうことが果たして本当に私たちの指導者としての仕事であるのかということの、やはり疑問、それから内省みたいなものを行いました。で、みんなでやはり意見をまとめていった結果、人を育てるということは、そうしたこう彼らがブランドがなくなってただ一人の人となった時、フットボール選手ではなくなった時の彼らに責任を持つこと、その時の彼らが人としてどういう人になっていてほしいのかということが、もしかしたら私たちが試されているところではないかと、でもさ、どんなにこう私たちが頑張っても、所詮こう親御さんが
そういうしつけをしてくれなかったら私たちにできることって限られてるよねみたいな会話っていうのはやはり少なくありません、うん、ありませんが、その半分は結構責任転嫁というか、でも私たち指導者として長い時間彼らと共にする大人たちである以上、彼らのためにできることは絶対にあるはずだし、少なくないんじゃないかというところが私たちのチャレンジ、ビジュアレールとしてのチャレンジでした。藤井優子さん、ここまでお聞きになってちょっとお感じになったこととか、もしよかったらぜひぜひ聞かせてほしいなと思うんですけど、優子先生どうでしょうか。いやー、お久しぶりです。お久しぶりです。すごい聞いてて涙出そうになるぐらい、なんて言うんだろう、やっぱり我々指導者の責任ってすごく大きいと私は一人で思っていて、ただそれがビジャレアルっていうクラブが一丸となってそれを、聞こえてますか、うん、聞こえてます。はい、一丸となって変えていこうっていう動きに出たっていうのが奇跡だなと思って、うんうん、それが本当に素晴らしいことだなと思ってます。で、やっぱり難しいと思うんですね。たくさんの人が集まった中で間違いを間違えていようっていうことがまず難しいと思っていて、それができたのは本当に奇跡だなと思って思います。で、いろんな佐伯さんの、ゆり子さんの言葉をいっぱいメモったんですけど、なんていうか、自分にも自分の悪かったところも痛みを感じてるところです。いや、でも自分も母親になったことがすごくポジティブだ、指導者として生きていく中で母親になったっていうことが、2人子供がいるってことがすごく大きなポジティブな面になっているところがあって、うん、やっぱ選手にかける言葉っていうのを考えるときに、これがもし自分の子供だったら、自分の子供ってやっぱり責任が重大なわけですよね。一つかける言葉の責任が重大なので、これが自分の子供だったらこの言葉を言うだろうかとかっていう考え方になれたことがすごく一つのポジティブなところで、佐伯さんの話を聞いていても、やっぱり指導者である以上、選手とやっぱり多くの時間を過ごす以上、ただの柔道の先生じゃいけないなというふうに思っているんですよね。だから、ただそれが全員が全員じゃないので、指導者の全員が全員じゃそういう思いでいるわけではないので、これをね、どういうふうに、まあ、私があまり選手かわいいあまりに言った意見が、いやいや、お前は親じゃないからみたいなふうに言われてしまえば、それではそれで終わりですので、これはどういうふうにね、なんかこう、チームとして、チームの方針として、植え付けていくかっていうのは難しいところだなと思います。でも、すごく私の思ってる指導に、なんていうかな、ゆり子さんの言葉とか、いつも発信 SNS で発信される言葉とかっていうのは、本当に涙が出るぐらいズキンとくるので、今日は本当参加させてもらってありがたかったです。ありがとうございます。